スポーツを通じたチームビルディング。今日はチームビルディングの3要素の1つ目の人材力について考えていきましょう。聞きの簡易診断をやってみよう。聞きの診断の結果はこんな感じで出てきます。私たちには聞き手や聞き目があるように、脳にも聞きがあります。箸や鉛筆を持つときに無意識に聞き手で持つのと同じように、周囲からの刺激に対して無意識に反応してしまう脳の領域が聞き脳で人それぞれ異なります。その違いによって物事の捉え方や考え方といった思考特性が異なります。自分の聞き脳に合った活動であれば苦痛を感じることなく、高いモチベーションで集中することができ、仕事や勉強に成果を上げやすくなります。逆に自分の聞き脳に合わない行動は苦手意識を感じ、やる気も起きず成果を上げにくくなります。簡単な実験をやってみましょう。ワークブックを準備してください。どこでも良いので、ワークブックの空いたところに自分の名前を書いてください。書けましたか？どちらの手で書きましたか？おそらく利き手ですよね。それでは利き手と逆の手でもう一度自分の名前を書いてください。どうでしたか？利きでない手で書くと質が落ちるだけでなく、ストレスを感じますよね。聞き手と同じように、大切なことは自分の聞き脳に合った無理のないスタイルを見つけることです。人間の脳は大脳新皮質の左右と辺縁系の左右の4つの部位から構成されており、それぞれ異なる機能を担っています。私たちの思考特性はこの4つの脳領域の聞きのバランスによって決定づけられています。4種類の脳領域は大脳新皮質の左側を論理・理性脳の A タイプ、辺縁系の左側を堅実・計画脳の B タイプ、辺縁系の右側を感覚有効脳の C タイプ、大脳新皮質の右側を冒険創造脳の D タイプと名付けられています。なお、聞き脳に優劣はなく、あくまでも思考特性における個性を表現しているものです。先天3割、後天7割と言われ、環境や努力によっても変化します。それぞれのタイプを見ていきましょう。 A タイプを一言で言えば論理・理性脳です。代表的な特徴は、事実重視と論理的展開と高い目標設定とチャレンジ精神です。事実を重視しながら論理的に物事を進めていきます。一方で批判的な視点が表面に出やすいため、ドライな印象を与えるところもあります。自ら高みを目指し、チャレンジ精神を忘れません。一方で相手にも高いレベルを求めてしまうため、とっつきにくい雰囲気を作り、人間関係に無感情で対処するところがあります。 B タイプを一言で言えば堅実・計画脳です。代表的な特徴は、詳細な計画とリスクヘッジと最後までやり遂げる持続性です。詳細な計画を立てて予定通りに物事をコントロールしていきます。リスクを避け、
より確実な方法で物事を進めようとします。一方で細かく相手を監視し、突発的な変化に対して融通が効かない面があり、自分のやり方を強要してしまうところがあります。我慢強く根気があります。最後までやり抜く姿勢が強く、周囲から信頼されやすいので、期待や役割に対して成果を出そうとします。一方で機械的に物事を進め、柔軟な対応が苦手です。新しいアプローチに抵抗感を持ちやすい面も見られます。 C タイプを一言で言えば感覚有効能です。代表的な特徴は豊かな感情表現と、自分のことよりチームワーク重視です。豊かな感情表現によって相手に影響することを重視するほか、自らの考えを丁寧に表現できます。一方で冷静さを欠いた判断や言動を取ったり、他者からの評価に影響されやすい面もあります。自分よりも相手を優先して考え、親しみやすさを与えながら期待に応えることを優先します。またチームワークを重視し、周囲へのサポート役を担うことができます。 D タイプを一言で言えば冒険創造脳です。代表的な特徴は新たな価値追求と直感と創意工夫です。リスクを恐れず新しい価値を生み出すことに前向きです。一方で新しいものに興味や気持ちが移ろいやすく、一貫性がなくルーズな印象を与えるところもあります。知識や経験から物事の本質を捉え、常に創意工夫を忘れず、新しいアイデアを生み出すことを楽しみます。一方で、ルールや規則、決まり事が多すぎると、モチベーションが下がる傾向があります。機能診断の結果をもとに、自分自身の思考特性を分析してみましょう。その後、機能をもとにチームメイトをお互いに理解しましょう。私たちはこの機能の違いによって理解・納得するポイントが異なります。したがって日頃のコミュニケーションの難易度は、コミュニケーションを取る相手との機能の組み合わせに大きく左右されます。具体的には、 A と A や B と B のような同一関係は相性が良く、ついで A と B、C と D の左脳・右脳の共存関係、 A と D、B と C の対照関係と続いて、 A と C や B と D のような対角関係が最も難易度が高くなります。機能の特徴を理解できれば、なぜ相性が悪いのか、どうすれば効果的なコミュニケーションが図れるかが分かります。それができると相手を許せるようにもなるし、余計なストレスをためることもなくなります。一方でチームビルディングの観点で考えると、多角的な視点が必要になるため、コミュニケーション難易度の最も高い A と C、 B と D の対角関係の補完関係が最も強くなります。つまりコミュニケーションは図りづらいものの、自分にないものを確実に持っている相手なのです。うまくいけば最強のコンビになれるのです。対角関係はお互いの最終目的は同じであることを確認した上で、それぞれが進む道筋や手段は違うことを許容することが大事です。対立を恐れずにコミュニケーションを図ってみましょう。同質なメンバーが集まっているチームと異質なメンバーが集まっているチームとでは、その成果は大きく変わります。両者を単純に比較した場合、一般的に成果が高いのは同質なメンバーの集まりです。これはコミュニケーション難易度の低い同質メンバーの方が、コミュニケーション難易度の高い異質メンバーよりも効率的に物事を進めることができるからです。しかし異質メンバーがお互いの機能の特徴を理解し、お互いが補完関係にあることを理解すれば、同質メンバーよりも成果は高くなります。私たちはついついコミュニケーションの取りやすい居心地の良い環境を求めがちですが、その環境は必ずしもメンバーがそれぞれの個性や役割を最大限に発揮し、チームの成果を最大化している状態とは言えないのです。
個々を生かした創造的なチーム作りを目指すのであれば、むしろ異質メンバーが集まり、お互いの聞き脳の特徴を理解し、お互いが補完関係にあることを理解することに注力すべきなのです。高い成果を上げているチームの特徴の一つとして、クリエイティブプロセスを活用する能力が挙げられています。高い成果を上げるためには、まず新しいアイデアを発案する D タイプの存在が重要です。しかし D タイプが生み出すアイデアは抽象的なところがあるため、 A タイプが論理的にそれを整理し、その実現可能性を判断する役割を担います。しかし A タイプによる定義付けは専門的論理的すぎる傾向があるため、チーム全体で共有共感できる形に変換し、チームメンバーの気持ちを一つにまとめ上げる C タイプの存在が重要になります。その上で D タイプが当初のアイディアとずれていないかを確認し、最終的には計画を確実に実行する B タイプに渡すというプロセスです。チームで課題を解決していくためには、全員の存在が不可欠であることをしっかりと認識し、コミュニケーションを取りづらい相手でもこのプロセスを意識しながら積極的に働きかけていくことが重要です。チームにおける人材力について考えてきましたが、社会の中ではあなたの個性が貴重であるということが分かりましたか？あなたは唯一無二の存在です。だからあなたは素晴らしい。これからの多様性社会では違いこそが価値です。あなたの思考特性や行動特性といった個性を理解し、それを強みとして生かしていきましょう。成果の高い強いチームにはどのような特徴があるでしょうか？成果の低いチームやそこそこの成果のチームと比較しながら考えてみましょう。また強いチームを目指すために具体的にどうしていくのか、チームで話し合ってみましょう。